一人暮らしをしている方いるかもしれませんけどね、あの家に帰ってきてアパートやマンションなんかおかしいな、なんか違和感があるな、そんな経験一度や二度あるんじゃないでしょうか。ガチャ、ただいま。あれなんか変な感じするな、違和感がある、なんかさっきまで人がいたような気がするぞ。まあまあいるわけないんですけどもね、なんかそんな違和感感じたことはあると思うんですね。ある若手俳優の方、同じように一人暮らしをしていて家に帰ってくると違和感があるんですって。なんかおかしいな、さっきまで人がいたような気がする、いくら考えてもわからないんですね。それも毎日毎日仕事から帰ってくると違和感があるんです。実家の母親が勝手に部屋に入ってんのかな、確認するとそんなわけないんですね。でも来る日も来る日もなんか違和感があるんですよね。これ考えてもわからないんで、仕事に行く前に部屋全体が見渡せるようにですね、隠しカメラをセットして、なんかあったら映るだろう、まあね、そういうカメラをセットして出かけることにしたらしいんですね。出かける前に録画のボタンを押す、そして仕事に行く、帰ってきて玄関のドアを開けてボタンを止める、停止ボタン、やっぱなんか違和感があるな、よし見てみよう。そのビデオの再生ボタンを押してみると、何の変哲もない部屋が映ってるんです。あ、やっぱ気のせいか、なんもないよな。とりあえず見てみようと思って早送りでビー見てみると、突然ありえないものが映っていたんです。急にドアがガチャッ開くと、そこには黒髪白いワンピース、手には包丁を持った女性が立っていた。あまりの驚きにそのまま見続けていると、その女は部屋にクー入ってきて、後ろの押し入れの方に入っていったそうです。するとその直後、今度は帰宅してきた自分が映っていて、その自分がビデオの停止ボタンを押した、そこでそのビデオは止まっていたそうです。ということは、今自分の後ろに